皆様こんにちは、くだです。はい、ということで今回なんですけど、ドトールさんとスターバックスさんの桜のね、新作商品たちを買ってきました。これはね、スタバの袋なんですけど、めちゃめちゃオシャレじゃないですか。今年のパッケージめちゃめちゃ日本らしさが出てるパッケージになってるんですけど、一足先に桜を満喫したいと思います。いただきます。ドリンクもね、スタバとドトールさん両方とも買ってきてます。花見団子フラペチーノです。こんな感じになってて、上にはね、桜チップ的なものがたくさん乗ってます。そしてね、この白い透明なものとこの緑っぽいやつがお花見団子ですね。ではいただきます。お、団子が入ってる。名前にもね入ってるぐらいだから、どれぐらい団子感があるのかなと思ったんですけど、タピオカみたいにゴロゴロ入ってる。嬉しい。正直僕ね、桜系のドーナツとかスイーツとかドリンクもね、そんなにね、うわーめっちゃ嬉しいっていう感じにはなんないんですけど、今年の桜フラペチーノめちゃくちゃ美味しい。うん、餅が入ったことによってお花見気分味わえてるのかな。めっちゃ美味しい。これ甘さはね、控えめで、桜のフレーバーっていうのかな、香りがほわっと香ってきます。上の桜チップのとこもちょっとね、食べてみようと思います。桜チップのとこ食べると、よりね、桜感がありますね。美味しい。久しぶりに見たんですけど、ほら、落書きしてくれました。落書きって言ったらいいのかな？ほら、サンキューってね。書いてくれてます。嬉しい。スタバはね、毎月ページで買ってるんですけど、こんな感じでね、可愛いイラスト書いてくれたの、めっちゃ久しぶりかも。テンション上がりますね、やっぱこういうの書いてもらえると。強いて言うのであれば、中の団子、これがね、ちょっと、なんて言うんだろうな。めちゃくちゃお餅って言われたら、そんなに餅とかなくて、ゼリーとお餅の真ん中みたいな独特な食感してるんですよね。これがね、もっとお餅っていう感じだったら、もっとね、美味しいなと思いました。これはこれで美味しいんですけど、本当のお餅バージョンもちょっと食べてみたいなというね、気になる感じになりました。うん。桜の撮影ということで、ちょっとね、美容室行って、また赤っぽくしてもらいました。どうでしょうか？ほら。はい、ということで、この色めっちゃお気に入りなんですよね。僕が美容室行くときは、毎回、いつものでって言うんですよ。だからね、毎回同じ髪型、同じ色に仕上がるんですけど、お気に入りカラーです。ちょっと寒くなってきたんで着替えました。今日はね、ちょっと湿気が多くて暑いなっていう感じだったんですけど、やっぱ半袖はまだ早かったですね。じゃあスタバのフード行きたいと思います。毎年おなじみの桜ドーナツです。桜みたいなドーナツと桜みたいな小皿でいただきます。うん、スタバのドーナツうまいな。ドーナツの表面には桜のね、チョコレートコーティングされてて、これがね、結構分厚いから、桜感をね、より強く感じます。コーティングの表面にもね、桜パウダー的なものがね、まぶされてるんですよ。これもめっちゃいいです。うん。うまー、めっちゃ美味しい。最高。桜ドーナツからの桜フラペチーノ。甘さ控えめで、すっきりしてる。そしてね、桜の香りもね、ふわっと香ってきて、めっちゃいいな、これ。やっぱりね、この時期でしか桜はね、味わえないから、毎年やっぱ一回は飲むのありですね。では続いてこちら、桜のシフォンケーキです。これも毎年恒例ですね。おなじみの新入りちゃんのフォークです。これね、一回使わなかっただけで、いつものフォークはみたいな感じでコメント来て、すいませんってなりました。こんな感じで、ふわふわ。いただきます。うん、安定に美味しいシフォンケーキ。そしてね、上にね、桜の塩漬けが乗ってるんですよ。この塩気もね、いいアクセントになってて、めっちゃ美味しいんですよね。うーわ、これ見て。いただきます。うん、うわ、桜の塩漬け美味しい。桜の塩漬けたまんないな。めっちゃ塩気強い。
桜の塩漬け、これ3枚ぐらいあってもいいな。1枚でもね、とんでもない塩気でインパクト大なんですけど、逆に1枚だからこその良さがあるのかな。桜の塩漬けの横にちょこんとね、2粒ぐらい粒あんが乗っててもいいね、これ。うわ、絶対美味しい、それ。わぁ、シフォンケーキの中でも頭1個抜けてますね、桜のシフォンケーキ。うわ、うまっ。うわ、やってよかった、桜シリーズ。これなんですけど、いつものね、もっちりボールかと思いきや、もっちりボールなんですけど、桜あんと抹茶あずきのもっちりボールなんですよ。これやばくない？めちゃめちゃテンション上がって、あずきのスタバの商品って結構珍しいんですよ。それがね、このもっちりボールで出たということで、あずきが入ったらもうやばいでしょ。ということで、いただいていきます。ちょっと潰れてるんですけど、これはね、さっきの桜シフォンのクリームです。中にね、多分ね、入ってるんですよ、あずきが。うわ。入ってました。嬉しい。いただきます。うん、もっちりボールの生地がほんのり塩気があるんですよ。そしてね、この濃厚で甘いね、粒あんとめちゃくちゃ合う。美味しい。しかもね、噛むたびに抹茶の香りがふわっふわっふわっと香ってくるから、和菓子食べてるみたいな感じ。めっちゃ美味しい。じゃあね、この桜あんの方いただきます。これもね、ちょっと割ってみますね。あー、見て。あ、白あんベースかな？こっちは。見せ方はね、ちょっと下手なんですけど、桜の葉みたいな、ちょっとね、黒いの見えるんですよ。それが入ったね、ピンク色の白あんっていう感じで、めっちゃ美味しそう。いただきます。うわ、こっちも甘じょっぱい感じで美味しい。美味しいわ、これ。桜の香りすごい、これ。鼻で香りを嗅ぐと、あんこの匂いなんですよ。でも、実際にね、食べてみると、口の中ではね、桜の香りっていう感じで、めっちゃ好き。うん。桜すごい。そしてね、桜のスイーツには、やっぱりね、桜のドリンクが合うわけですよ。こっちももちもち、こっちにも団子が入ってて、もちもち。もちもち祭り。ここにちょっとあんこが見えてる。かわいい。うわぁ。最高なんですけど。ほら、粒あんたっぷりでしょ。これたまんないね。じゃあちょっと残ってるんですけど、これはね、こっちの方にちょっと置いといて、続いて、ドトールさん、行きたいと思います。ドトールもね、久しぶりに飲むんですけど、アイスの桜オレですね。上にはね、こんな感じで、ちょっと見えづらいんですけど、緑っぽいね、粉が乗ってますね。そしてね、ホイップクリームと、桜のね、ピンク色のソースかかってますね。ピンク色のね、桜ミルクっていう感じ。そして下にはね、ほら、気になるものが入ってそうです。これはね、ちょっと飲んでみて、確かめましょう。では、いただきます。ん？何これ、ゼリー？なんかすごい癖がある、このドリンク。ん？なんか、ゼリーみたいなやつ、赤いやつ。桜餅みたいな香りというか、風味がします。うわ、こっちの方がめっちゃ桜ですね。俺だから、すごくね、ミルク感が強くて、濃厚っていう感じ。濃厚なんだけど、桜が入ってることによって、すっきりとね、飲むことができて、こっちはこっちで美味しいですね。この下のね、赤いゼリーみたいなやつが、わらび餅みたいに、とろっともちっとしてるんですよ。このね、独特な食感がめっちゃいい。ミルク感が強くて、こっちは美味しい。また飲みたいかって言われたらどっちなんだろう、これ。ちょっとこっちも飲む。これはどっちがどうとか決めれないな。でも、甘さレベルで言うと、マックス3だとすると、こっちがね、甘さレベル2っていう感じで、こっちはね、1かな？ 1 か 1.5 か。そんなに甘くないんですよ。でもこっちは、下のこのゼリーがね、結構甘い。甘いけど、上のこのミルクで甘さがちょっと抑えられてるっていう感じ。で、ちょうど良くなってるっていうので、美味しいな。
癖がね強いからこっちの方が印象に残りやすいのはこっち。でも飲みやすさで言うとこっちかなっていう感じで、桜感を感じたいのならこっちかな。これちょっと難しい。これちょっと難しいね。うん。これを語り始めたら多分ね3時間ぐらい語れそうなんで、こんぐらいにしときましょう。ではドトールのフードも出てるんで食べていきたいと思います。まずはこちら、パリパリ桜チョコミルクレープです。僕ね、ミルクレープってそんなに食べないんですよね。普段富士屋の食べ放題で食べたりとか、たまにシャトレーゼの八つ時さんで食べたり、それぐらいなんですよね。そして今回はドトールのミルクレープということで初めて食べます。気になるね。あっ、はい、こんな感じで、パリパリチョコって言ってるから、いただきます。あー、美味しいな。ちゃんと桜なんですけど、ホワイトチョコの甘さもありますね。そして、なんかね、酸味もちょっとあるな。酸っぱいというか、甘酸っぱい感じがする。うん。パリパリチョコは思ったより全然パリパリはしてないんですけど、薄めの板チョコが何層かこう挟まってる感じで、食感としてはちゃんと感じる。それよりもね、このピンク色の桜コーティング、これがねめっちゃ美味しい。そしてこの上のね桜ホイップクリームも桜感強くてめっちゃ美味しいよこれ。あ、ドトールのミルクレープめっちゃ美味しいわ。予想のね3倍ぐらい美味しくて買ってよかったこれ。うん。ではね最後こちら、見てこれめっちゃ美味しそうじゃない。もっちり桜どら焼きです。ネットで調べて見た目にやられて絶対買おうと思ってお店に行ったらちゃんとありました。桜シリーズの何がいいかって、お餅とかあんことね絡めてくれるんですよ。絡めてくれるっていうか一緒にね連れてきてくれるんですよ。桜始まるから君たちもおいでーみたいな感じであんことかお餅とかを呼んでくれるんですよ。これがね桜シリーズのいいところかもしれない。僕が好きな理由でもあるし。そうなんだよな。スタバではあのもっちりボール、ドトールではこのどら焼き、これに惹かれてまんまと作戦に引っかかりました。私でございました。うわ、何これ、ホットケーキみたいなどら焼き。え、こんなことある？めちゃめちゃホットケーキ。手でちょっと半分に割りたいと思います。いくよ。うわ、どこまで伸びんのこれ。この辺にしといてよ。おー、やばい、これは絶景すぎるぞ。手に持った感じがどら焼きというよりかは本当にねふわふわのパンケーキって感じ。ではいただきます。うん、美味しい。どら焼きの生地がめっちゃ香り良くて、バターの香りすごい。うん。うわ、ほんのり塩気も効いてる。うん。うわ、ふわふわもちもちでこれめっちゃ美味しい。お餅もね桜の味がちゃんとするし、トロトロしてるしもちもちしてるし、この唯一無二感半端ない。そしてこのねホットケーキみたいなどら焼き生地がマジでめっちゃマッチしてるからの、これ絶対合うやん。うわ、このミルク感半端なくいいね。こっちの方が美味しいかも。このペアが今日優勝かもしれない。うわ、ラスト。ごちそうさまでした。本日の第1位はドトールのもっちり桜どら焼き。桜満喫できたんで、よかったらね皆さんも参考にして買って食べてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。